2023年8月21日、5チャンネルにこんなスレが立った。令和キッズ、YouTube で学級崩壊。デジタルネイティブ怖すぎ。早速スレを見ていこう。小学校の男子児童が YouTuber の真似をし、知識をひけらかし先生にクイズ。男子児童、先生なのに知らんの？他の児童たちも、先生は何も知らない、と言い出し指示を聞かなくなった。それってあなたの感想ですよね。これ会社でもある現象やな。下が上の言うこと聞かなくなって職場崩壊。一致の元記事、最初は、路面電車が走る都道府県はいくつあるでしょうかといった程度だったが、やがて小学校では習わない数学や理科の問題へと進んだ。ある日の授業中、男子児童は世界史の問題を女性教員にぶつけてきた。歴史上の出来事などを強い口調で解説するタレント YouTuber そっくりの語り口で、大げさな手振りと眉を上下させる仕草までそっくりだった。女性教員が教科書を開くよう注意すると、彼は一方的に正解を言い、ふんぞり返った。もう終わりだよ。張り倒せ。誰の影響を受けたんやろ。ネットの知識で生きるやつおるよな。クソガキが。へえすごいね、って言っとけ。大人、舐めんなよ。他の生徒も聞かなくなった。なんでやねん。大人がガキに一度舐められたら終わりだよ。高校と違って無視できんしな。実際小学校の教員とか大したことないやん。一番楽だぞ。猿の相手してるようなもんやぞ。一体誰行きの影響なんや。知識、デマ、陰謀論、無知の血を自覚しろ。小学校の先生相手ならどんどんやれ。あいつら小学生のガキだからって完全に下に見てるからな。中高と比べても教員の質がクソだわ。でもお前みたいに本当に質がゴミなガキもおるからね。お前はそもそも親がゴミやし。いきなりどうした？聞いてて草。見た目と雰囲気の怖さってガキまとめるのに重要よな。黒板の下にかけてあるでかい定規ガンガン叩きつけてぶん投げる教師あったけど今思うとああいうのも重要なんやな。ガキ、でもあなたたち少子高齢化対策失敗して僕たちに負担をしつけようとしてますよね。これ言い返せるか？先生に責任はないで逃げ切るんやぞ。子供に YouTuber 見せてる親って低学歴そう。ヒカキンでもちょくちょく口悪いし、爆買いばっかりで金銭感覚狂うで。誰や、知識ひけらかしってクイズノックか。先生も子供の知らん知識でマウント取ったったら来年、なんならテストとかで。令和キッズと中高年はネットリテラシーボロボロ世代やろな。ゆとりと Z もバカッターとかスシペロやらかしてるし終わりだよこの国。誹謗中傷も50、60が他の世代より多いってデータもあったからな。今じゃ殴るどころかちょっと言葉きつくしただけで親が駆け込んでくるしな。教師のうつ病が多様種に比べて多いのも納得だわ。教師を AI にすればいいのでは？教育学部の偏差値が低く、普通の社会人経験がほぼないから、どうにもならん。教員志望は減る一方だし、ロボティーチャー導入するか。アホが育学部やからな。飛び級入学導入しよう。こういう頭いい学生にふさわしい場所を与えないと。日本もあるけど退学したらその時の最終学歴になるやん。高1か2で大学に飛び級したのに中退したら学歴中卒になったやつおったやろ。ゴミ、昔僕にちゃんっていう掲示板の運営してたんすよ。バカガキ、何それ YouTube で調べてみよ。まとめ、何それ、これでチーグが量産されてるという事実。Twitter も YouTube も5ちゃんも Yahoo も TikTok もヤバいなら子供に何見せたらええんやろ。そらテレビよね。いいテレやぞ。ネットを見せるな、スマブラでもやらせとけ。感触持ちになりそう。暴力って必要だよな。女教師が頼りなくて学級崩壊してたクラスで体育会系教師が見せしめに一人ボコボコにしてからみんなおとなしくなったし。ワイも必要やと思うわ。あんま言いたくないけど暴力虐待で死んだ線と5歳とか作文算数がすごかったしとても5歳には思えんかったわ。親がチンパンジーすぎた。これほんと悲しくなるからやめえや。これほんまきつい。殴るよりもレス場で勝つのが効果的やろ。ネットにはネットのやり方や。今の若いやつは闇バイトするために体も鍛えてるぞ。ネットで中傷チーグじゃ勝てない。ゆとりから悟り世代くらいまではどんどん賢い子供が出てきてるなと思ったけど、今の若者は頭悪すぎてやばいやろ。学力もどんどん下がってリテラシーもボロボロ。やることはネットで誹謗中傷と闇バイト。日本はどうなってしまうんや。賢い子供はこれからもガンガン出るで、格差がやばいんや。それなのに YouTube でかじった知識だけはやたらあるから、すげえめんどくさい世代になると思うぞ。今こそゴリゴリの昭和教育や。退化してどうすんねん。YouTuber も夢ばかり語ってないで厳しさも伝えないとあかんやろニート量産する気か。24時間働いて食える飯のカロリーが自然界の猿以下って精通前から分かってしまう社会でどう頑張ればええねん。むしろ何も知らん方が頑張れるやろ。上級国民が自分の命を守るために作った要塞の端っこで残飯食う生活を平和だのなんだの勘違いしとる奴らにヘドが出るわ。
つーかもう平等社会やめたらええのに。人権とかもういらんでしょ。強いやつ頭いいやつだけ生き残る世紀末みたいな社会プラスネット社会なったら進歩しつついろんな今の社会問題も解決しそう。ええけど Y みたいな負け組はただではやられんで。それ含めて強いやつなんや。全員無敵を受け入れてその上で戦ったら誰が勝つとかそんな世界や。ネットは嘘も多いって学校で教えても YouTuber 様が、ネットは嘘ばかりとか球体依然とした教育界が言ってるらしいけどそれ子供を洗脳したいだけ、俺を信じろ、って言ってまうとガキはそっちになびいてまうねんな。教師が言えない言い方してくるからな、過激な強い言葉の方が伝わっちゃう。でも今の例はキッズってネットリテラシーは低いよな、闇バイトに個人情報渡したり SNS で知り合った変な大人に捕まったり、小さな頃からネットに触れてるのになんでや。小さい頃からネットに触れてるからや。デジタルネイティブの割にリテラシー低いのなんでなん。今って小学1年以下から叩き込むやろ。んなもんない。ただでさえ道徳だのなんだの学習指導要領増やされてるわけでメディアリテラシー教育に割く時間なんぞない。こいつらが大人なる頃にはある程度社会も崩壊してて、なおかつ戦争世代もいなくなってて戦争に抵抗ない社会なってそのままもっかい人類社会の変動ありそうな気するのはいだけ。それが戦争か革命かはわからんが今の社会システム刷新されて問題もある程度解消されるんちゃうか。血頭あるやつなら小学校の部真面目なんて中学高校でいくらでも取り返せる。でもバカなやつが一瞬でも勉強をやめたら差は一生縮まらんよ。教師に不満持つのは多分血頭いいそうやと思うで。これは構造的な問題や。血頭いいやつは偉そうにしてる教師が大した人間じゃないことに気づいちゃうからな。今思い返すと Y が小学生の時に教師のこと大したことねえわと態度だった同級生って全員マーチ以上に進学してたからな。小学生のそこそこ頭悪くないやつから見てもボロが見える大人に誰が従うのという話よ。学校でエフラン卒のアホな教師の発言に辟易して家に帰って YouTube 見たらそれより頭のいい大人が喋ってるんやから、小学生からしてもどっちの発言を信じるかって話よ。生徒のせいにして生徒や自分の学力や説明能力に対して疑義を持たないのはどうなのか。別にどの大学出てても問題ないけど教師として自己研鑽して生徒に信用される学問知識を得ようとするべきでは。昔はネットもなくて接する大人が近所のおっさんか家族か先生だけやからな。狭いコミュニティのトップの大人なんて甲子園出てこない地方ベスト16の公立校みたいなもんやろ。ネットでトップランナー的な大人見たらそれなびくわ。トップなるようなやつはそれだけ大多数を納得させるような求心力もあるからな。世界が広くなったからな。多分少年野球とかでも地元のよくわからんおっさんに YouTube の元プロの発言で反抗するガキも多いやろし、こういうこと言われる小学校教師なんて一応資格職ではあるけど、少年野球教えてる地元のおっさんとそんな変わらんことを自覚せなあかんと思うわ。もう教えるやつはトップのやつがリモートで全員に授業とかでええんやないの。それでリモートでわからん部分を現場の大人がガキにフォローする感じ。まあ、現場の大人がリモートで教えるティーチャーの言われた通り下請けみたいにムーブできるかが微妙なところやが、我の強いやつやと破綻する。小学校教師って無駄に能力の割にプライド高くて自分のこと有能と勘違いしてるからな。予備校のオンライン授業方式で担任するだけは悪くないけど受け入れられなさそう。こういう社会性ないやつは将来淘汰されるからほっとき。それはそれで職務放棄やろ。ええやん、自業自得や私自主性尊重の時代の今にあった教育方法や、自らが過ちに気づかん限りこういうガキは一生そのまま。体罰なんてダメに決まってるやろアホか。暴力は伝染するんやぞ。暴力振るわれてしつけられたやつは他のやつに暴力振るうようになるわ。それは体罰をどのような時にするかによるやろ。体罰されるほど悪いことをしたなら納得できる。ガキって一度でも弱さ見せちゃうと調子込んでつけ上がってくるから体罰必要。でも体罰すると親にチクられて親が殴り込んでくる。つまりはネット社会にした自民党が悪い。それ体罰ないとつけ上がるチンパンジーに育つだけやで。お前らいつからこんな気持ち悪くなったん？一瞬ここやふこめかと思ったわ。ごちゃんいるくせに白湯キッズがーとか言ってるやつ笑い通り越して真顔になるわ。Y 小6、小2からごちゃんで知識を得た。ごちゃんはいいところだと思う。レス場でお互いの意見を争うから。つまりそれって情報がどっちかに偏ってないって、ことなんじゃないかな。ガチなら悪いこと言わんから今すぐごちゃんやめろ。こんなとこおったらろくな大人にならんで。くさそう。悪いこと言わんからマジで出てけ。この世には新聞や書籍っていうちゃんとした媒体があるからそっち読め。画面の向こうには人がいますって散々言うから、逆にネットみたいな会話をリアルでしてもええと勘違いしてまうにゃ。それはワイラに聞く。というか最近は親にめちゃくちゃに甘やかされたガキとか少し注意されただけでふてくされたり、まともに挨拶すらできないとかザラだよな。しかもネットの影響かなんか知らんが、無能なくせに万能感持って勘違いしてるやつも多いし、家庭教育、学校教育どうなってるんだよってマジで疑問だわ。生物的な強さで勝負できないルールの世の中やからな、どんどん生物的に強いやつをがんじがらめにするシステムなってきてる。
ガキの頃は絶対的な存在だと思っていた小学校の先生が実は無能だったと気づくのは大きくなってからでいいんや。それが大人になるってことや。わかる。それな、完全体人間なんかどこにもおらんし、求めるなら年収2000万円くらいにしないとな。そこまでやるほどの給与はもらってないがここで出てくる。マジで子供作る層が二極化しすぎてて同じ環境に6年間ぶち込むのがもう時代錯誤なんよな。親医者で週6習い事で中学受験、エリートコース目指してるやつと親が生保で6年になっても救急すら怪しいやつとが同じ価値観、モラルなわけがないやろ。でも義務教育ってそういういろんな層が混じり合う良さもあると思うんやけどな。昔程度の格差なら多様性学ぶいい経験になったんやろうけど今はちょっと差が濃くすぎるな。そのくせ公立は住んでる地域で行く学校ほぼ強制で決まるし、いつぞやのカレー事件とか見てたら教師は社会経験してないからヤバいってガチなんやなって。実際社会経験もない大学生がそのまま教師やってんだし会社や社会のことなんも知らんのは当然なんだよな。体罰も叱りつけも禁止やし無敵モードやろ。殴ったら教師の負け、怒鳴りつけたら教師の負け、割と積んでるからな。それにブラック労働環境やろ。体罰やりすぎたのもあかんのやろうけどもう救えないやん。ガキの扱い方って簡単やで。逆らうやつは徹底的に叱る。みんなの前で晒し者にしてな。逆に従うやつには飴も与える。恐怖政治が一番や。それやったら今終わりやで。怒鳴りつけるだけで保護者からクレーム来て大問題になる。あと仕事でも私立文系卒のやつらの無能っぷりないげつない。あまりにも話してて頭悪すぎるからどういうことやねんって思ってたけど。どうやら今の総計やマーチって推薦や英語と社会だけ暗記して入ってきた人が大多数みたいね。昔からそうやろ。せやから私立文系のやつが小学校教師になったら算数教えるの苦労しそう問題はあるんよな。でも理系は教師に向いてるかわからんし国立の数学できる文系を大量に小学校教師にしてしまうのも損失やし。まあ教員免許を一種から三種まで分けて分離療法ある程度できないと入れない国立教育学部を卒業したら、一種がもらえるとかにしたらええと思う。勉強できるせいで面倒くさいガキは一種の勉強できる教師がケアしていく。ネットが気に入らないならテレビと新聞の知識で対抗しろよ。知識の量が足りてないからキッズに舐められんだが。ひろゆきのレスバ見てたらわかるやろ。正しい知識で話せばレスバに勝てるわけじゃないんや。ガキを、舐めるな。それで困るのは自分だし表面上はやることやって放置すればいい。教師は時代についていけてないのか知らんが真面目に考えすぎや。表面上だけやってガキに教育が身につかないと無能扱いされる地獄ちゃうか。もうそれでいいんだよ。子供の取捨選択をしよう。今時の子供がひろゆきを尊敬してるって冗談かと思ってたけどマジなんか。子供 vs 子供であいつの言動真似したら黙らせられるだろうしな。ひろゆきっつ同士で戦わせたらどうなるんやろ。逆に考えるとネット使ってガキ騙す商売が今一番儲けられるんやな。闇バイトとかまさにそれよな。アホ騙してる元締めは全然捕まらんのほんとひで。マイクラ実況とてほぼそれやないか。ワイは小学生から2ちゃんやってたがこんなんやなかったぞ。昔はネット触ってるのバレたら恥ずかしいって風潮あったからこうならなかっただけや。キッズ煽りの文化消えたからな。ニコニコのヒカキンチルドレン晒しが最後ちゃうか。印刷が発展したように YouTube って新たな教育革命だよな。AI とかもな、どんどん格差って平たくなってきてるよな。例えば原始時代とかは大陸で文明の進み具合違ったり、中世近世も貧富の差あったり、今は頭の中だけはみんな同じ価値観、マジでどうなるんやろって思うわ。生物の基本はマウントや、均一化にせよアリの巣やハチの巣やクモの巣はどれも同じ形や。アリにマウントなんて存在せんやろ。繁殖機能としてのマウントなのにアリはほぼ生殖能力持ってないんやから。ナメクジも単一生殖できるけどそれやと抵抗力下がるねん。それはマウントではなく単一生殖による弊害では？マウントというのは繁殖行動が日常のヒエラルキーに関わってくることやろ。発情期に繁殖のために喧嘩するのはマウントの境界例かマウントではないとして。すまん俺が間違ってた前者は肉食動物。後者は同一種の均一化の例に分けてくれ。そんなこと言ってもネットを疑うのもどうかと思うわな。俺はごちゃんで政治の勉強したし議論重ねてどんどん知識が積み上げられていく感覚があるわ。ごちゃんが一番庶民の生活を表してると思う。何の問題解決もできなそう。ただそのひろゆきが作った環境にどっぷりで他にも違法アングラなんでもありだった30から40代半ばがネットリテラシーに関しては今は一番まともな気がする。マシンみたいなもんでクソガキや低年ネトウヨもそのうちおとなしくなるんちゃうの。ネットの誹謗中傷で捕まってるのその世代が多い気がするけど。まあ昔のネット上なら何言ってもオッケーなノリが抜けない人もおるわな。困るのは本人と親やし楽でええやん。責任感のある教師は闇そうやが。そういうリテラシーゼロのバカがのさばる闘争を信じて投票し議会議事堂に突入するような連中が生まれたりして社会全体が困るわけだが。もう公立はモラルが限界やろな。マジで親の教育レベルに応じた振り分けは必要やと思う。
自分が小学校教師として将来理算とか東大京大東工大の数学や理物に進むような天才ガキに、算数の本質的なところを聞かれたら絶対困るもん。そうなるとあんま勉強できなかった教師が将来2コマ進学ガキのちょっとした質問に答えられずに困るのもまあ想定できるわ。自分の能力のなさとガキの血頭を舐めすぎや。別にそういう連中には素直に、君先生より算数のセンスあるから自分で考えてでいいと思うけどな。他の連中がその態度取り出したら締めるけど。前半部分はそれで終わるけど後半については何の回答にもなってないやろ。クラスの2割のガキよりアホな教師がどうやって担任するかと考えたら無理やんってのがメインなんやから。ニッコマとか玉川大学とか明星大学出身の方が学級経営自体は上手かったりするからなんとも言えんとこやな。結局のところ学級経営、生活指導と学習指導を分業せずに全部一人の教員に押し付けてるのが最大の原因なんよな。畑書の高学歴は学級経営難しいからな。せやから国立文系とかマーチ理系くらいのそこそこ勉強できてめちゃくちゃ勉強できるわけでない連中を教師として優遇して統率させればええねんな。まあ問題はそこら辺のどこ行ってもそつなくこなせそうな人材が教員とかいうクソブラック環境なんか絶対に目指さないってことやけどな。がはは。せやな、やからエフラン教師と勉強できる教師を免許で峻別すればええねん。冷静に考えて学校教師になるのにほぼ能力問われずに一律に取り扱われるのってやばいやろ。一種免許から三種免許まで作って能力によって職種を分けろや。まずは選別できるくらいに教師を集めるところからやね。ネットの便利さも不便さも知ってる90年代生まれの人間が一番リテラシーあると思うわ。例外ももちろんいるけど。そこら辺がネット使う時のネットって怖いみたいな風潮あったよな。今はみんなスマホ使ってて先行体験組が多いから怖さもないし聞けばええんやろうけど。やっぱユタボンは間違ってなかった。すっかり聞かなくなったけどあいつほんまどうなるんやろな。そろそろ高校生やろ。小学生なんて猿みたいなもんやからな。小学校教師の仕事は教育より調教に近いから元ガキ大将みたいなやつが重宝される。ガキ大将にしか従わないマイルドガキ大将が育つだけやけどそんなアホ未来の日本に必要か？めちゃくちゃ必要やろ。そういうのがおらんから迷走しまくってるのに。人は集まると必ず争いが起こる。トラブルも必ず起こる。対処力かスルースキルが強いやつが生き残るにゃ。うるせえバカ、偉そうに語るなや。人間関係トラブルっていうのは、起こるにゃ。当たり前のことをさも得た知識のように語るな。お前が偉そうに書き込んだことなんて世界の全員が知っとるわ。すべては、偶発的に、起こることなんや。お前対処力あるやん。そういう路線を貫かれるとクッソ腹立つからお前さん生き残れるで。君も、他でやるにゃで、うまくいったら、ワイと、神に、感謝するにゃ。この惨状を見る、まともな人は教師にならなくなる。質低下でさらに教育環境悪化&教師の性犯罪像。今の教師って何のために教職ついてんだろ。資格持ってて人とある程度喋れるからみたいなのもゴロゴロいそう。ワイの同級生では部活教えたいマンは多かった。その辺も分業化進んでなさそうだよな。ひろゆキッズ相手にしつつ顧問とかそら無理や。時間を贅沢に使って体系的なことを学ぶべき学生時代に、ネットで表面だけなぞるような知識だけ詰め込んだ Z 世代がどういう大人になっていくのかは気になるところやな。意外となんとかなるのかそれとも。ひろゆキみたいのが大量生産されるのもかわいそうやな。知った風で何も知らない。あいつ専門的なことになるとほんまに役立たずやしな。それっぽく見せてるだけで。一番真似したらあかんのよな。やってる方だけ気持ちよくなるシステム。先生、ひき肉です。くさ。嫌すぎる。日本人って批判的思考力低すぎる。そこら辺の後進国より低いと思う。中国と韓国は高学歴じゃないと生きていかれへんから昼飯中もモニターに向かって勉強してたわ。同じネット社会のはずやのに何が違うんやろな。教育系 YouTuber はカスしかいないけど、生きる力を養うのにネットが役立つのは、間違いないやろ。生きる力って、仮に生きる力がつく奴がいたとして、その何十倍も人生狂わされる奴の方が多そうやが。まあ今はそうやろな、ネットリテラシー学ばせるのは、必須にせなあかんけど我が国では無理やろな。お前らも公立小通ってたなら御三臭い YouTube なんかよりもさらにヤバい小学校教師見たことあるやろ。空ガキの方に問題がある場合もあるやろけど教師の問題も十分にあるわ。ネット時代において教員資格が旧態依然になったという側面からは目をそらしたらあかん。YouTube なんてそら編集でどうにでもできるし。せやから構造的な問題なんやで。理解できたか？教師は社会経験ないって言ってるやつ社会経験なさそう。教師出てきてくさ。ワイは社会経験ないクソガキやぞ。くさ。今の子供たちって学校にスマホ持っていくんやろ。ずっとスマホでゲームしてまうわ。ほんま羨ましい。無理やぞ。普通は連絡手段として持たせるにしても登校時に預かって下校時に返すスタイルや。ワイの友達の弟、当時小学生、がめっちゃ優しい子やったんやけどフォートナイト始めて少ししたらクソ性格悪くなっててビビったわ。
暴言クソ白紙ゲームの特に他人と戦う系はマジで悪影響でかい。スプラトゥーンとフォートナイトは12歳以下にやらしたらあかん。このスレにもおるけどやたらと教師に敵対心を持ってるやつって、何があったんや？ガキのそれは承認欲求やろな。早く大人になりたい願望とかさ。ここでそれをやっとるのは親以外の知ってる大人の像ってのが教師で止まっとるやつやろけども。対戦ゲームは性格が攻撃的になるって研究あったよな。キッズに対戦ゲーはマジで封印するべき。単純にストレス溜まる上に YouTuber とかが配信や動画でキレゲーやっててそれ真似するからな。闘争心のないガキとかすぐに色々諦めるやろ。その結果が反出生まで繋がってるねん。対戦が気軽にできるのはあかんやろな。対戦に使う脳が養われると攻撃的になるわ。最近のガキ、インフルエンサー一発狙ってダメだったら生ポ勉強就職はコスパ悪い。マジでこいつらぶっ飛ばしたいんやが、サラリーマンになれ。勉強就職がコスパ悪いのはガチやろ。ガチかどうか別として普通に右に習いしろという話で。こうやってレス場はできても議論はできない子供が増えていくんやね。喧嘩もできないやろな。レス場しかできない自己顕示欲の頭でっかち野郎やで。で、一部の変故と個体がいきなり武器とか作って無敵化したり、最悪や。ググっていた知識だけでは何の役にも立たん、とはネットには書いてないからな。ひろゆきが体現してるのにな、小学生には難しいか。ひろゆきってツイッター見てたらちょくちょくやらかしてるけど子供が見てるであろう YouTube 切り抜きやテレビ出演。コロコロでのインタビューではうまいこと切り取って賢者にしか見えないようにしてるやろうし無理や。コロコロってあの漫画の？あいつそんなん出てんの？ダメだろ。ネットの知識ひけらかすのは問題だけど先生の信頼がなくなるのはまた別問題やろ。単にこの先生が好かれてなかっただけ。このガキがムカつく態度なのと先生が舐められてるのは別の問題よな。舐められた結果これで済むならまだマシやわ。ゆとりの時以上にバカの底が抜けそうや。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、24分、39秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。